では、間もなく謎解きスタートしますので、そちらの奥の部屋でお待ちください。あ、はい。あ、すげえ。すげえセット。楽しいだなぁ。それでは謎解きスタートです。絶対この人は、なんだろう、怖い。スタッフさんかな、あれか。この人に聞いてなんかヒントもらうみたいなやつか。すいません。スタッフさん？違う。はい。俺もプレイヤー。お客さんってことですか？そうそう。来た。なんでそんな格好してるんですか？服着てくださいよ。いや、もう暑いから。暑いから？うん。怖っ。いや、怖いですよ、びっくりした。やっと来た。やっと来たって。最近なかなか来なかったから。え？つまんなかった。どういうことですか？最近なかなか、なかなか来れなかったってことですか？いやいや、プレイヤーが。プレイヤーが？久しぶりに来た。え？よかった。どういうこと？そういう設定なのかな？なんかこう、いや、違う違う違う。俺は、もともと、10年前ここの、謎解きに来て、はいはいはい、脱出ゲーム来て、はい、で、謎が解けなくて、10年間ずっとここにいんのよ、今。え？そう。脱出できずにいるってこと？脱出できてないのよ、今。10年 ?10 年。長くない？いや、長いですよ。10年ここにずっといるんですか？ずっといるよ、もう。それでそんな髪も伸びて。そう。10年？うん。それだって、普通、スタッフさんとかにも迷惑かかってるじゃないですか。でもなんかもう、いさせてくれって言ってるんですか？どういうこと？なんで太ってんすか？これは、あれよ。だから、うちの母親が、たまに来て、ご飯とかこう、置いててくれるから。お母さん、わざわざここに来てくれるんですか？そうそうそう、応援してくれてるから。いや、その時一緒に帰った方がいいですよ。いや、でも俺自分の力で解いて出たいのよ。いや、でも10年出てなかったらもう無理ですって。スタッフさんにも言ってやるし。スタッフさんももういいんじゃないですかって言うけど、いや、自分の力で出たいんでっていうのは。俺毎回、めっちゃ迷惑かけてるし。わぁ、やだ。今日絶対、出ましょう。出る？今日絶対。もうそれ毎日そう。毎日そういう気持ちでいる、俺は。でも、僕、ここに最初に通されたんですけど、これですよね。これ1問目ってことですよね。そうそうそう。これで引っかかってるんですか？これはもう全然わからん。ちょっと待って。わかった。わかりましたよ、これ。これ、あれじゃないですか。ほら。これわかんないです。わかんないって言ってるじゃん。僕、答えわかったんで、言いますよ。で、これは、だから、ここが、これめちゃめちゃ初級ですけど。なんでわかんないんだ。ちなみに、いつここに入られたんですか？中1。中1の、もしかして、めっちゃ最初の方ですか？そりゃ無理だ。これね、英語なんですよ。英語の数字。1,2,3。ほら !1,2,3! うん。ってなったら、ほら、ここ。そっか、習ってねえんだ。いや、わかんない。そりゃ出れねえか。そうか、そういうことか。いや、だから僕わかったから。
だからこれは答え F だな。F。お前何勝手に、おい言うなよお前。言うなよっつっても。もう分かっちゃった。お前ちょっと待ってよ、おい。F の問題だ。だから意味が分かっ、俺は理解してねえだろ。でも、なあ。違う、こっちじゃない。ちょっとお前何、お前言うなよ。これ。おーい。これは。ああ、なるほどね。こっち広っ。広っ。数字が全部入ってるから。こうなったら、ちょっと待ってよ、お前。ああ、なるほど。A、これ A だ。おい、お前、ちょっと待ってって。おっと。俺、自分の力で解きてんだから。これ結構むずいかも。うわ、やばい。おーい。これなんだろう。おい、やめろって、お前。それじゃない。全部読んじゃダメ。これ全部読んじゃダメ。違うよ。もう答え。つなげたげ、さい。フェイク！フェイクって言って、もうここでよ。いやダメだ、俺だってなんでフェイクになったかは理解してないもん。家庭を知らないから。いやなんかじゃあ。家庭がわかんないからダメだ、無理だ。いやいや、それはダメだ、まだ。待って、じゃあ、出てから説明するから。意味がわからんの。いや、出てから説明する。ここら辺もまだ意味わかってないでしょうね。これも後で説明する。ね。これ全部説明するから。これもう無理だ。もういい前だ、この中で考える必要ない。ね。この中で考える。まず、英語を勉強しなきゃ。まず。とりあえず、お前もう出ろ。もういい。もう。もう一緒に出るよ。これ一緒にフェイクって言ったらもう出れるから。ね？一緒に出よう。で、別のとこ行こう。じゃあ、別のとこもっと楽しいのあるよ、今。これさ、英語を勉強しなきゃ無理なんだよ。はーい。ね？だから、一緒に出よう。一緒に出てさ、お母さんとこ帰ろう。ね？だって理解してないのに。だから出てからさ、それは説明する。うん。いいね。じゃあ分かった。これだけ説明しようか？これだけ説明しようか？これ。そしたら出れるでしょ。これ全く分かってないってことでしょ？これ、これほら漢字に数字、漢数字が入ってるでしょ？漢字は分かるでしょ？ほら5が入ってるじゃん、これ。
で、これ9が入ってるじゃん。で、これ8が入ってるじゃん。数字が入ってるものは A。数字入ってないものは9。じゃあこれは数字入ってる ?7。そうだよね。ってことは A。そうじゃん!できた!ああ、嬉しいね。嬉しい、ね。せ!じゃあフェイクって言って、出るよ。フェイク!一緒に言おうぜ!フェイク!鍵開いた。出て。まぶしい!次の動画も見てね。おすすめ動画もあるよ。